スマイル始まるよ。ワゴン R にスライド追加。待ってたよ。ワゴン R にスライド追加。グッドなサイズ。スマイルと申します。スライドドアのワゴン R スマイルデビュー。鈴木。その件は本当にすいません。最悪な日。逆に当たったりして。任せろ。運に。運かよ。削って未来を切り開け。ワンピーススクラッチ。売り場で待つ。まだだ、まだまだ、もっともっと薄く、美しく、うわー、ぴったりだ。宝くじの引き年1億5000万円。フールストアって知ってる？いろんな話題作が見られるんだって。誰に聞いたの？これフール入ってないからうちで一緒に見たいって。騙されてる。フールストア誰でも見られるから。見たい一本だけピョンと買えちゃう。だって食われるよ。フールストア。ホームズくん、いいあるかな。お、いいね。駅近は？いけー、見つけた。イエイ。スムーズな住まい探しはライフルホームズ。行こう、ホームズくん。日当たりいい。わー、ウォークインクローゼット。わー、ペットオッケー。スムーズな住まい探しはライフルホームズ。夏のベタベタ床、拭くだけで綺麗になるの？ジョアンなら除菌、ウイルス除去まで。フロア用除菌シート新発売。ハロージェル。ビオレユーザボディから体を洗うジェルが出た。なんでジェル？なじませるだけで汚れがスルンと落ちるから。摩擦ね、スルスル摩擦ね、スル、洗い上がりもスルスル。落ちジェルで摩擦レスに洗おう。まだ床ゴシゴシしてる？そんなにこぼします？いやもうほんと取るの大変。全然取れますよ。え？クイックルのストロングで良くない？あ、なにこれ。手強いベタベタも一気にさっぱり。クイックルワイパーストロング。すごっ。あ、姉さん持つよ。子供の頃車でよく出かけたよね。だからあちこち連れてってあげたいの。自動車保険のアクサから業界初子育て応援割引。楽しみだね。一歩踏み出す自信をくれるアクサダイレクト。ネット割最大2万円。フレアフレグランス。動くたび、汗かくたび、汗と動きでパッと香る。香りセンサーがあるから香りでフレフレ。私フレアフレグランス。フレアフレグランス。動くたび、汗かくたび、汗と動きでパッと香る。香りセンサーがあるから香りでフレフレ。私フレアフレグランス。ルネッサンスって樋口くん、これワイングラスじゃなくてコップやないかい。コップでいいんじゃない？コップの方が気軽でいいかもね。コップでワインを気軽に楽しもう。コップでワイン。薄いからパリパリ苦手仕込み、薄いのにつぶつぶ苦手仕込み、ニッツの濃い味苦手仕込み、癖になるパリッとつぶうま新潟仕込み。食べてみて。一個でもニッコニッコ参考成果。すごいの出た。何が？すっごい楽。エアチェック行きます。お父さん。いいよ。連射ミスト。お、わーって広がった。何今の？快感。快感めちゃすげえな。これ楽すぎて自動みたいです。おおおお、こすらず30秒。流すだけ。誕生エアジェット。そこ落ちて。知っていますか、金麦には四季があるって。おいしいものは季節ごとに変わるから。金麦も季節ごとに味を変えています。そんな金麦、今度は秋の味。さあさあ、サンマかキノコか銀杏か。いえいえ、金麦も負けずに美味しくなりました。うまいの本番、秋の味の金麦。やる。あ、水分の高田さん走ってる。俺のこと見てる。ああ、息しんど。頑張っちゃうよ。体力欲しいな。え？マジかよ。
したいな。 ABC マート。おい、怖いよ。あ、トレーニングしてる。あ、高田さん。高田さん？最近運動してないな。見てる？見てるな。運動しなきゃ。応援してる？まさか。いいな。あれ？あ、おい。楽しそう。ABC マート。先輩、なんか悩んでます？いい若手が採用できなくって。それなら候補集めました。そんな簡単に行くわけないでしょう。ちょっと待って、何この経歴。これで20代。これもこれもこれも。こんなキラキラの若手どうやって。こんなキラキラの若手どうやって。キャリトレ。キャリトレ。キャリトレ。有望な20代を採用しよう。若手採用ならキャリトレ。さあキャリトレ。ビオレユーザボディ。体を洗うとき私は断然ジェル派。わかります。練習でいっぱい汗かいた後とかジェルでスルスルって洗うのいいよね。めっちゃわかります。なんか摩擦レスに洗えて超気持ちいいですよね。トロッとしたジェルだからメイク落としの感覚に近いのかな。手でそのまま洗えて洗い上がりの肌ももっちりいい感じ。ほんとそれめっちゃわかるんじゃけど。さすがココアパイセン。もう本当はバカにしてるでしょ。ビオレのメイク落としは抑えるだけで働いてる。弾ける力がメイクを浮かす。パチパチ働くメイク落とし。これが摩擦レスな落とし方。ビオレ見つけた。髪のキメ美容トリートメント。乱れた毛流れを整えるからこのまとまり。とろめく潤い。ツヤだけじゃない。髪のキメ揃った美しさへ。エッセンシャルザビューティー。テレワークがうまく機能していない企業もあるようですね。うちもダメ。うちなんて俺やってんすよ。社長になることが多すぎ。メンテナンスお願いしてましたよね。一人で全部やってくれるスーパースケットいないかな。ナンバーワンに全てお任せを。社長のお悩み解決します。社長の味方ナンバーワン。整いました。私がいないと寂しいでしょ。そんなことないよ。そう？寂しいもんか。月を見る心が上を向く。和三盆きなこ味の月見マックシェイク新登場。あんことお餅の月見パイも。急須で入れたような旨味が引き立ててる。美味しい緑茶は食事を美味しくするそうです。合いますな。私は綾鷹。急須で入れたような旨味が引き立ててる。美味しい緑茶は食事を美味しくするそうです。合いますな。私は綾鷹。あのスルーラックから便秘薬じゃなくてサプリ？食べるメンテタブレット。腸から快調。腸まで届くビフィズス菌とその栄養になるフローラオリゴを同時配合。美味しい。お腹の新習慣スルッと。スルーラック食べるメンテタブレット。うどんで日本を元気に。丸亀製麺のあの打ち立てによし。 TOKIO が真剣に向き合って新メニューを開発。今までにないカレーうどんだ。9月3日新登場。乞うご期待。丸亀製麺。そこに愛はあるんカルタラ。乱暴に物語を終わらせる。リ、竜宮城のデメリットを説明しない。ありがる、ルー少な。ありがレ、
レイアウトが雑。ログインが難しすぎる。愛が一番愛ふる。そこに愛はあるんカルタ。や、矢印が複雑。愛がゆ、USB の上下がややこしい。ありが私実家で猫4匹飼ってるんだけどさ、余計な相槌が多すぎる。ありが一番愛ふる。そこに愛はあるんカルタ。ま、毎年小さくなってない？ありが。み、見なきゃよかった。ありが。む、虫。ありが。め、メッセージの圧がすごい。ありが。も、音声案内を終了します。目的地周辺で案内を終了される。愛が一番愛ふる。そのじゃがいもは40年以上前からずっと大地の恵みと一人一人の真心で一つ一つ大切に育てられている。畑から愛を込めて。カルビーのポテトチップス。今日はドコモの人にお話を聞くよ。どうも、5G 担当のゴジです。ナイス 5G。 今日はよろしくお願いします。副長、ドコモの瞬速 5G。 え、俺が言ったら同じ言葉、ドコモの瞬速 5G。 どうしました？俺が言ったら同じ言葉、ドコモの瞬速 5G。 そこは繰り返さんでいい。これ何？ドコモは国内最速、とっても速い。そこは繰り返さんでいい。ドコモは国内最速、とっても速い。ビデオ会議もサックサク。これ何なの？ダウンロードもピューン。もういいもういい。オタク画面止まってます。ドコモの瞬速 5G ちゃんと使ってます。さすがに言えない。オタクの画面止まってます。ドコモの瞬速 5G ちゃんと使ってます。いけるかい？ラスト負けへんぞ。ゴジさん、友達になってください。なやそれ。ゴジさん、言わなくていい。いいよ。国内最速、覚えてくださいね。帰るよ。帰ろ。え？もう。国内最速はドコモの。